せっかくカナタさんが作り上げてくれた機械なのに、私何を言っていいか分からなくて。俺のことを気に病んでくれるのは嬉しいけど、俺も戻るのを諦めたわけじゃないから。カナタさんのみんなを帰れるようにするための決意、それと最悪を受け入れる覚悟がどれほど強いか分かるんです。だからは、きっと東京に戻ったら冬が終わってる、桜が咲く頃に全員で会おう。だから前田には安心してほしい。今やっと分かりました。私、カナタさんの力強い声が、心の底から力強い言葉が聞きたかったんだって。どうした？大丈夫？安心したら力が抜けて、あなたさんのこと信じてますから。